ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで秋の月14日目、さてさて水やりをやっておきますか。よいしょ。人参どうしよっかな、また植えといた方がいいんかなって思いつつまだ植えてないんやけどさ結構経ったやん、できるまで。よいしょ。そろそろなでしこはまだ咲くかしら。まだ咲かないか。さすがにまだか。はい。オッケー。あ、ちょっと待って、間違えた。やっほー。よしよし。ココアたちの有効度も結構上がったかしら。有効度っていうんかな、愛情度っていうんかな、間違えた。やっほ。よし、これでとりあえず動物巡りに行きますか。大樹の根っこ、え、てかこの間のさ、あのカムカムキャットはどう手に入るんやろ。あれはなんか今後またイベントで出てくるんかな、どうなんやろ。またあの犬の時のイベントみたいに季節をまたぐとかかな。季節またがなくていいよ、すぐにちょうだいよえ、だってあれやろ、カムカムキャット、あの元の世界に帰るために必要なんやろ。早くゲットしたいじゃないか。だってまだ1個も手に入ってないやん、4つ必要とか言ったのに。リスやリスや、この辺りにいるような感じがしなくもない。出て出て、え、おらんやんえ、おらんやん、全然。ということはあれだね、尋ね人素敵リス、あ、おった、目の前におった。よしよし。尋ね人ステッキを使った途端に目の前に現れるとかどういうことやねん。タイミングね。ランチ。こういう天気だって出かけたくなっちゃうよね。いつも出かけよりやん。いつも通りの行動やん。はい、ピチョンコ。お猿さんやん。いない。あ、いないぞ、これは。いた。またしても尋ね人ステッキをそろそろ使おうかなーと思った時に現れるんだな。さあ、それじゃあちょっと、よいしょ。そう、私ちょっと種をまた買いたいから、東シーゼンタウン東。あ、ドラえもん、やっほー。朝のお散歩だよ、爽快。何、二人とも。いい天気で遊びたくなるじゃろうが、牧場はしっかり世話するんじゃぞ。わかってるよ。のび太くん、朝から元気ね。でしょう。元気が取り柄やけんね。空いてますよね。うん、オッケー。15時。寝まーす。はい、おやすみー。よっと。そして、おはよう。さあ、買いますか。用があるから来たんだよ。とりあえず、人参の種を、12? 買って、肥料使おっか。あ、肥料って高級でも40円とかなんや。作物の品質をぐんと上げることができる。これでちょっと、秋も収穫祭、収穫祭?収穫祭やったっけ、名前。ちょっと忘れたけど。とりあえず、この辺も買っとこっかな。え、一つにつき一個いるんかな?その辺もよくわかっていない。全くもってよくわかっていない。人参安いな。安いのにあんなにかかるんか。どんだけだよ。どんだけなんだよ。で、肥料も高級であの値段。お、だからセレーナさん、お、女子会しよりやん、ちょっと。大丈夫入ってって。そんな私は。どうした、何で盛り上がってるの。なんかお姉さんと子供たちって感じやけど。ごめんください。のび太さん、のび太くん、
のび太お兄ちゃん聞いて、ロコット先生が。なになに？ラム、シ。なに？ロコット先生？何の話？なんでもないの。気にしないで、ね。そんなこと言われたらますます気になっちゃうよ。のび太お兄ちゃんにも話しダメなの？そうよね。確かにのび太さんくらいなら。ちょっと何言ってるの？静香さんダメよ。何？私もいいと思う。男の子の意見も聞きたいじゃない？確かに。わかった。のび太くんにも話してあげる。でも恥ずかしいから静香さんお願い。ね、でものび太さん、絶対他の人に話しちゃダメよ。もちろん。うん。もちろんさ、こう見えて僕の口は硬いんだ。そんな風には見えないけど。絶対誰にも言わないよ。実は。さっきまで4人で恋バナをしてたの。でしょうね。女の子が集まったら大抵そうよね。恋バナ？それってどんなお花？大丈夫か？お花じゃないよ、のび太。恋のお話よ。お子ちゃまなんだから、ラムちゃんに言われてる。お子ちゃまはないだろう。それでね、セレナさん、ロコット先生のことが好きなんですって。あ、もうズバッと言うのね。声が大きいわ。ロコット先生ってあのロコット先生？まあ、わかるよね。いけない？いけなくないけど、意外だな。待てよ。ということは、静香ちゃんがこの間たくさんお使いをしてたのも。セレナさんとロコット先生を二人きりにするためよ。めっちゃ公私混同するやん、仕事中。素敵。のび太さんも一緒にキューピッドになってあげましょうよ。面白そう。やるやる。面白そう。人の恋愛は何だと思ってるのよ、もう。まずは少しずつ二人の時間を増やしていって、しばらく様子を見ましょう。お願い。うまくいくといいわね。のび太さんも協力お願いね。応援するよ。あれやね、このドラえもんの牧場物語は、主人公本人の恋愛がない代わりに、住人の恋の方をやっていくって感じ？まあ、一応今までの牧場物語も、住人の恋もあったけど。ただいま、誰か来てるのかい？いけない、ロコット先生が帰ってきちゃった。こんなところに集まって、今日は休みだよ。あれ？今日休みの日？マジで？薬が欲しいって言うなら新作があるよ。怖い怖い怖い、顔が。バラにひまわり、それにヨモギを加えて特別製さ。クククえ、なんか物だけ聞きよったらそんなに悪くなさそうやけど、どうなの？なんでもないです。お邪魔しました。お構いなく。休みの日やけん集まったやね、みんな。じゃなかったらね、こんなワイワイできんやろ。子供には薬で脅すのが一番だな。で、何してたんだい？遊んでたんです。ま、なんでもいいけどね。セルーヌさんって何歳なんやろ。子供たちと遊んであげてた的な感じかな。ん？何してんの？コロボックル探しもしかして。本来はこの辺のはずなんだけどな。あ、実際にその辺の描写があるってこと？パパもう帰ろうよ。ひょっとしてコロボックルを探してるの？そんなにびっくりせんでも、てか、手伝いよんや。なんだ、のび太くんか。びっくりしたよ。いいんだよ。こっちもコロボックル探しに夢中で全然気づかなかった。キラルちゃんもコロボックル探してるの？すごいよね。パパを手伝おうと思ったんだけど、やっぱり全然ダメね。信じとんかな。でも確かにこの辺にいるはずなんだ。いいかい？コロボックルは草の生い茂った涼しげな小道に潜んでいるんだ。その上、この間僕が見つけた本にまさにこの場所の絵が載っていたんだ。見つけた本ってラムから借りた子供向けの絵本じゃない？絵本を頼りにコロボックルを探してるの？まあもしかしたらいつかどこかで見た人が書いたかもしれんけんね。絵本だって元になったお話や歴史的な裏付けがある場合もあるんだ。絵本だからってないがしろにできないよ。ママが一人で店番してるんだよ。もう帰ろう。ティラル。ダメだ。ここまで来たらもう後に引けないんだ。必ずコロボックルを見つけないと。ティラルは先に帰ってなさい。パパなんか知らない。まあね、店の手伝いもせずに、コロボックル探ししよるお父さんとか嫌よね。ティラル。ネラルさん、やっぱり戻った方が。見つからないとダメなんだ。僕はもう少し探すとするよ。もう意地になってるだけやない。僕も手伝おうか？気持ちはありがたいんだけど、僕が見つけなくちゃいけないんだ。
早く見つけないとティラルちゃんもエティさんも困ってるよ。わかってるさ。でもだからこそ見つけないといけないんだ。なんだかな。結局見つかりませんでした。じゃあ格好がつかんけんってことやろ。しっかりしてよお父さん。あ、どこかと思ったらここなんや。空き地のすぐ横。なるほどね。見つかるんかな。きっとそのうち見つかるはずと思いたいけど、何してるの？晴れていて気持ちいいわね。休んでるの？まあ一応、なんとなく。なんとなく。そう、ビーナさんにもちょっとお話を。言う行動をあげたいんですよ、ビーナさんの。一年で一番過ごしやすいのは秋、わかる。冬寄りの秋ぐらい。いや、冬と夏の中間ぐらいの秋がいいかな。さあ、ということで。あれなんかな？肥料、これ人参やった。種じゃなかった。肥料を、使ったとして、別に、できるスピードが上がるわけではないということ。スピードが、お、こんな感じなんや、肥料。スピードが上がるわけじゃなくって、何？品質が上がるだけってこと。でも、また、ね、大会みたいなの、あるんやったら、これで品質を上げて挑みたいと。だってね、1個40円ぐらいで買えるんやったらね。腹が減ってる？なんか食えよ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれはいつかちゃんとミネラルさんがコロボクロを見つけるんかな。それともノビタが見つけてしまうんやろうか。